いつもご覧いただきありがとうございます。今回はご覧いただいているワンピースをリメイクしていきたいと思います。こちらは今年買ったものです。ウエストのところが少し洒落ています。肩紐がついているのでルーズに着こなすタイプのワンピースです。こちらのワンピースの特徴はウエストのところが2箇所穴が開いていて、右と左を交互に入れているような感じです。なかなか凝ったデザインですが着こなしが難しいみたいです。このまま置いておくのももったいないので今回リメイクしていきたいと思います。最後までご覧ください。今回のこちらのワンピースは襟のちょうど中央のところから下まで118センチぐらいあります。下から70センチぐらいのところがちょうどこちらのボタンぐらいのところになります。下のところでギャザースカートを1枚作っていきます。作り方は前回アップさせていただいたこちらのギャザースカートを参考にして作成してください。このようにカットしました。切り取った下の布です。ちょうど横の長さが60センチちょっとあります。上下合わせて120センチ以上ありますので、ゆったりとしたギャザースカートは作れませんが大丈夫みたいです。ちょうど打ち合わせのところを中央にしておきます。ちょうどこちらが真ん中です。そうすると脇が少しずれてしまいます。ゴム入れ口はこちらのミシン目で縫ったところになります。しかし少し脇はずれた状態にはなりますが、ギャザースカートですので支障はないかと思います。このまま縫っていきます。まず前立てのところはミシンで縫って塞いでおきます。そして上のところはジグザグミシンあるいはロックミシンをかけます。そしてゴム入れ口を作っていきます。作り方においては前回アップさせていただいたギャザースカートあるいはその前のギャザースカートの作り方を見て作ってください。上のおすすめボタンを押してください。上のところはこのような感じになりました。交差しているところですが、このまま切った状態でもこれはほどけないです。こちらを下まで切ったらほどける状態になると思いますが、ほどいても後の処理が難しそうなので、このままの状態で切れるようにしていきたいと思います。このまま上からかぶれるかなと思いましたが、少しウエストが
細くなっているので、このままの状態では着ることはできません。今回のこちらの服は後ろがゴムになっていますので、まずこのゴムを外したいと思います。ここのサイドのところを裏から少し切り取るとゴムが外れる状態になっています。ゴム自体は縫い付けていません。こちらの左右のところで縫い付けていますので、こちらの左右のところでゴムを外したいと思います。そして外してからもう一度ここの横をミシンで塞いでおきます。洋服の裏面です。こちらミシン目を取ってゴムを外しました。そしてもう一度縫い直して、そして縫い代にロックミシンをかけた状態です。ゴムを外した状態です。ちょうどこちらからこちらまで46センチになりました。これで上から頭からかぶって消える状態です。裾の始末をしていきます。裾はもう一度きれいに切り揃えてから始末していきます。ボタンのところもちょうどここの上でカットしていきます。こちらの長さに余裕があれば三つ折りしてステッチをかけても良いのですが、かなり上が短くなっていますので、今回はバイアスを使っていきたいと思います。バイアスをくるんで処理しても良いですが、今回はこちらに倒してバイアスをかぶせて縫っていくようにしていきたいと思います。こちら裾のところです。裏にだいたい 0.5 センチぐらい折ります。その上にバイアスをかぶせて縫っていきます。まず裾の布を 0.5 センチ裏方向に折り曲げます。こちらは後ろのところです。後ろもだいたい 0.5 センチぐらい折り曲げます。裾のところです。バイアスを置いてミシンで縫った状態です。バイアスの先のところ 0.5 センチぐらいを折りたたんで、上だいたい2ミリぐらい開けてバイアスを置いてます。そしてこちらバイアスのこちらとこちら上上下をぐるっと一周縫っています。これで上着の出来上がりです。ここで注意点ですが、ワンピースをスカートと上着で切り離すときは、必ずスカートのところから切り離すようにしてください。スカート丈が今回65センチで70センチを切っていますが、必ず測って切り取るようにしてください。下のギャザースカートはこのように出来上がりました。上着の方は前と同じく、ワンピースの時と同じく前のところが交差した状態で、少し着こなしが難しいかもしれませんが、ジャケットになりましたので、下のスカートをまたパンツとか履いてもかっこよく着こなせると思います。
ワンピースからツーピースにリメイクしました。上着はだいたい襟のところから下のところまで58センチくらいあります。後ろはもう少し短くなっています。ギャザースカートを作らない場合はこちらの丈をもう少し、体格にもよりますが10センチから20センチ長くして作成しても良いかと思います。またスカートを少し、今回は70センチ切り取りましたので5センチゴム入れ口を作りましたので65センチのスカート丈となっています。その65センチのスカート丈を50センチぐらいミニになりますが、それで作成して上の上着を少し長くしても良いかと思います。こちら下をジーンズにしてみました。スカートを変えてみました。こちらのスカートは前々回アップさせていただいたものです。長らくご覧いただきありがとうございます。いろいろ考えながらリメイクするのは楽しいです。ぜひ挑戦してみてください。ありがとうございました。